deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins.私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしても、あの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい。そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。
私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かここから降ろしてくれ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上の横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるから